皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、ちょっとだけよ。では、一つのコマンドや、一つの操作について、ちょっとだけご紹介しています。今回のテーマは、ピボットグラフだけ作るです。それでは、早速始めましょう。皆さん、エクセルのリボンにある、ピボットグラフコマンド、 ご存知ですか挿入タブのグラフグループにあるピボットグラフアイコンをクリックして表示されるピボットグラフの作成ダイアログが表示されるコマンドですこのピボットグラフコマンド p o w e r q u e r y for e x c e l でも表示されます PowerQuery エディターでクエリ作成後に パワークエリエディターのホームタブの閉じて読み込むの文字の部分をクリックして表示されるメニューから閉じて次に読み込むコマンドをクリックしたときに表示されるデータのインポートダイアログボックスにピボットグラフコマンドがあります二つの違いはピボットグラフのデータソースですね このピボットグラフはクエリの結果をデータソースにピボットグラフを作るコマンドですが先に紹介した Excel のピボットグラフコマンドはデータソースを選択可能なコマンドになっていますさて、このピボットグラフコマンドこのまま OK ボタンをクリックすると確かにピボットグラフを作れるのですが ピボットテーブルとピボットグラフがセットで作成されます。このピボットグラフコマンドは、ピボットテーブルを作って、そこからピボットグラフを作る手間を省いてくれるコマンドなんでしょうかそれならば、Excel の挿入タブのグラフグループにある、ピボットグラフと、ピボットグラフとピボットテーブルの、この2つのコマンド必要ですか 確かに、この二つのコマンド、クリックして表示されるダイアログの名前は違うのですが、OK をクリックして表示されるのは、ピボットテーブルとピボットグラフのセットです。これでは、二つのコマンドがある必要性がありませんね。二つのコマンドがあるということは、何か違いがあるということですよね。さて、何でしょうか 実は、ピボットグラフコマンドを正しく使うためには、ダイアログ下部にある、このデータをデータモデルに追加するに、チェックを入れて、データをデータモデルに追加する必要があるのです。このデータをデータモデルに追加するのチェックを入れて、OK ボタンをクリックすると、ピボットグラフだけが作成できるのです。 このピボットグラフだけできる機能結構便利です。データモデルも勉強するといろいろなことができて便利なのですが、単純にチェックを入れるだけでもピボットグラフだけを作ることができますので、使ってみてはいかがでしょうかただ、データモデルをデータソースにしたピボットグラフですが、普通のピボットグラフと仕様が異なり、グラフをコピーペーストできません。 昔はできたと記憶しているのですが、バージョン2211ではコピーペーストするとエラーが発生します。シート単位でコピーすればエラーは出ないのですが、皆さんきっとグラフを並べたいという場面が多いと思うので、そんな時にコピーペーストできないのは不便ですね。エラーが出なくなることを期待しましょう。 Excel 2016の頃から、クエリの結果をデータソースにして、ピボットグラフやピボットテーブルを作っている皆さんへ、Excel 2016のパワークエリエディターのデータのインポートダイアログには、ピボットテーブルレポートと、ピボットグラフの選択肢はありませんでした。そのため、クエリの結果をデータソースにして、 ピボットテーブルやピボットグラフを作るためには、クエリを一旦、接続の作成のみでインポートして、接続専用クエリを作成した上で、ピボットテーブルの作成ダイアログを表示して、外部データソースを使用を選択して、データソースとして使用するクエリを指定していました。この方法、Excel 2016で利用するには、 何の問題もないのですが、Excel 4 Microsoft 365で、外部データソースからピボットテーブル等を作る場合は、ピボットテーブルアイコンをクリックして、データソースを指定するためのメニューから、外部データソースからを選択すると、外部ソースからのピボットテーブルダイアログが表示され、 接続の選択ボタンをクリックすると、既存の接続ダイアログが表示されるので、データソースとして使用したいクエリを選択して、開くボタンをクリックして、外部ソースからのピボットテーブルの OK ボタンを押すと、指定したクエリをデータソースにするのではなく、 外部データソースとして指定したクエリを複製して複製したクエリをデータソースとして利用するように仕様が変更されていますこの仕様変更ピボットテーブルやピボットグラフの作動に問題はないのですが同じクエリをデータソースに利用してピボットグラフ等を作るたびにクエリが複製されるのでクエリの一部を修正したいときに すべてのクエリを修正する必要があり、不便です。ですから、Excel for Microsoft 365で、ピボットテーブルやピボットグラフを作る場合は、外部ソースからのピボットテーブルの機能を使わずに、まず、データソースとして使用したいクエリを右クリックして、表示されるメニューから、 参照をクリックして、元のクエリの結果を参照するクエリを作成します。クエリの名前を変更して、ホームタブの、閉じて読み込むの文字の部分をクリックして、表示されるメニューから、閉じて、次に読み込むをクリックして、データのインポートダイアログを表示します。 すると、データのインポートダイアログが表示されるので、ここから、ピボットテーブルレポートやピボットグラフを選択してください。見た目は一緒で、ピボットテーブルを作るたびに、クエリが増えることには変わりませんが、元のクエリを参照するクエリが増えているので、元のクエリの修正が、すべての参照クエリに反映されるので、 クエリの修正作業は簡単になります。いかがでしたかお役に立ちましたら、高評価をよろしくお願いします。たぬきおやじのエクセル勉強会では、今後もシリーズちょっとだけよ、を追加予定です。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、始めよう。